手振って。すごっ。こんな感じでメニューが、で、アフタヌーンティーメニュー。ティラノは妖精たちの好みの、すごいね。これがアフタヌーンティーメニュー。こういう感じですね。こっちが、これ鍵、これが1個目、一杯目、一個目がいちごの紅芋とマンダリンオレンジのミモザ、アルコールありとなしとレベル。これは飲み放題ですね。一応完成形はこういう感じですね。すごい。5000円。え、これなんかすごい。ちょっと開けてみよう。開けれない。おすすめのお茶。ピンマキの茶暗いから。ハリポッターみたいな。こいつの。バラトライトとラズベリーティーかティラミスティー。ティラミスティーにしてみよう、何にする？アップル。やめた。この辺はなんか変なやつですよ。ああ。これにしてみよう。アーマード。すいませんって言ってる。すいません。あ、ティラミスティーやったっけ。うん、ティラミスティーとティラミスティー、はい、アーマードティー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 、はい、お願いします。ロゴホットとアイスどっちにしますか。ホットでお願いします。あ、僕アイスで、はい、ティラミスティーのホットでアーマードがアイスになります。はい、お願いします。こういう感じで綺麗よね、色が映える。見て、なんかホラーなのかロマンチックなのか分からんけど、なんか面白いね、アトラクションの中みたい。乾杯。乾杯。もう一回。うん、こんな感じですね。これは初めの一杯だけ、ウェルカムドリンクみたいな。味濃い。こんな感じで踊ってます。いちごのベリーに。まだウェルカムドリンク飲んでなかったので今から飲んでみます。この間の360度、
ここがスイーツ。画像とあれでね、ブルーのマカロンでも意外にピンクやったっけ。これがパン系、スコーン系、うん、で、ご飯系。へぇ、これは魚、魚、魚、イワシ、あ、これスコーン、これすいません、ジャムと、え、みたいな、飲み物、あ、飲み物は飲み放題だった、うん、甘いね、うん、バター、甘いバター、これ風船かと思ったら、ちゅちゅ、すごっ、お駄菓子作りなの、へえ、すごうん、面白い、何これ、この中にフレーバーが入ってます、へぇ、やっていただくと香りが広がって、あ、はい、以上になります、ありがとうございます、面白い、何これめっちゃ面白い、
はい。